はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編17章ですね、やっていきたいと思います。じゃあまた建物をちょっと見てみますか。お、リンカの墓場が作れんな。墓地建設に忙しいな。もう一人いた気がするんだけどな。お、椿だ、椿の墓もあるな。よいしょよいしょ。誰がどの墓だか全然わかんねえや。こっからだと他に墓場を作れるのがいないから、じゃああとはまたちょっとマイルームのサービスタイムをやりますか。風花かモズメ、モズメちゃんがいるな。こういう素朴な人が好きっていうのもいるかもしれないんで、とか言いつつ下画面小さいからね。確かに王族と村人めっちゃ上がる。はいや、ああ通じなくなってしまった。どこだ、モズメポイントを探せ。頭か、どうしよう。モズメちゃん変な花飾りみたいなのつけてたんだ、全然気づかなかった。で、ここだ。汚れ、そんな汚いのお前風呂入ってないのかモズメ。備え触ってどうするん。それがね、俺の趣味なんだよ。もうベッタ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 触って、あと1段階。うおあたいみたいな子を気にかけてくれてありがとうな。それが王族の務めだ。その気持ち嬉しいわ。そして慣れ慣れしく喋ってきてんなこいつ、ただの村人のくせに。こいつらどこに住んでる、住んでるっていうか今旅中か住んでるとかないな。よし、じゃあこのまま次へ進みますか。17章、マクベスの言葉が小さな、茨となって心に残ったまま、一行はフローラの勧めに従い氷の部族の村へと向かう。その村でミカミックスたちはマクベスの言葉の意味を知ることになる。あ、もうわかるの。裏切り者、裏切り者はまあ抹殺だな。分かった瞬間に。おお、一面雪か、超寒そう。基本みんなずーっと同じ服着てるからな。どんな場面であろうと、寝てる時であろうと。なんだか寒くなってきたね、今さら部族の村が近づいている証拠です。少し寒いですが、もう少しの辛抱ですよ。いや、これだけ雪降ってたら少しじゃねえだろう。村に着きさえすれば暖かい場所もありますから。ありがとう。フローラ、君の道案内はすごいね。道案内がすごいって。マカラスの町を出てからただの一度もアンヤ兵と出会わないなんて。いや、私の道案内がすごいというわけではありませんわ。ここは部族のものなら誰でも知っているトゥーリアンという裏街道ですから。裏道かそうですよ、ミカミックス様。私が道案内をしてもきっと同じ道を選びましたよ。この子はすぐに私と張り合うところ変わってないんだから。え？は、張り合ったりなんかしてないですよ。けど王城にいた時から姉さんは私なんかより優秀でしたから、そのちょっとだけ悔しいなって思うことも。あら、そんな風に思って言ってくれたの？お褒めに預かり光栄だわ。別に褒めてないですよ。二人は本当に仲がいいね。どうした？ミカミックス、マカラスを出てから考え事が多いようだが、もし何かあったのなら話してみろ。少しぐらいなら力になれるかもしれん。いや、お前が裏切り者かもしれんからな、そんなことは話せん。実はちょっと気になることがあって。何？気になることだと、うん、マカラス宮殿でマクベスが言ってたことだよ。僕たちの中にコウモリがいるかもしれないって話。信じたくはないけど、ずっと心に引っかかっていて、みんなを信じてるはずなのに、どこかで疑ってしまっている自分がいるんだ。らしくないな、ミカミックス。え、いいか。人を疑うなど、お前らしくないと言っている。お前は今、この軍の将だ。あ、そうなの？将が将であり続けるためには、皆から絶対的な信頼を得ることが必要だ。皆を信じ、そして信頼されるお前が、そんなことではどうする？聞けばお前はかつて敵だったゾーラというアンヤ兵を信じ、そして仲間にしたそうだな。
その頃のお前はどこに行ってしまったんだ。あの頃と同じに変わりないよ。ん？あの頃と同じにはいかないよ。あれからいろいろありすぎた。そうだよな、ゾーラに裏切られたかんな。僕はもう何も知らなかった頃の僕じゃないんだ。何？思い上がってきたぞこいつ。なあミカミックス、俺のことを信じているか。もちろんだよ。そうか。ではサクラは、タクミは、ヒノカやアクア、サイラスはどうだ。みんな怪しく見えたようなことがあるか。まさか。信じてるに決まってるよ。ほう。なぜだ。なぜって、それは何も言えないだろう。お前はまだ手放しで人を信じている。それがお前の弱さ、そして強さでもあるんだ。皆はミカミックスのその力に惹かれ、こうしてここにいる。だからお前だけは最後まで皆のことを信じていろ。あんな男の言葉に屈したら、それこそアンヤ王国の思う壺だぞ。兄さん。ありがとう。なんだか元気が出てきたよ。僕はもう誰も疑わない。何があってもみんなを信じて行動するよ。ああ。それでこそいつものミカミックスだな。皆さん、部族の村が見えてきましたよ。お、ここで戦闘になりそうだ。すごい寒さだ。ここが部族の村なのか。はい。この極寒の地こそ我らが氷の部族の村。よく来てくださいました皆さん、心から歓迎いたします。では私は部族の者を呼んでまいりますね。うん、お願いするよ。いや、これはもうなんか戦闘シーンだぞ。それにしても寒いな。手がかじかんできたよ。こんなに寒いとなんだか元気が出てきちゃいますね。それは氷の部族だけじゃないのかな。僕はもう寒くて凍えそうだ。それは大変です。早く暖かい場所にお連れしないと。あ、姉さんが来ましたよ。部族のみんなも一緒です。姉さん、みんな。お、敵っぽい。ありがとうございます。姉さん、みんなを連れてきてくれたんですね。みんなもお久しぶりです。会えて本当に嬉しいです。さあ姉さん、早く皆さんを暖かいところに。てんてんてん。ごめんなさい。フェリシア。え？お前を殺す。なんだこの吹雪は。寒い。それに前が見えない。何するんですか姉さん。皆さんが凍え死んじゃいます。すぐにやめてください。みんなもどうしてこんなこと。どうして？そんなこと決まっています。アンヤ王国を裏切ったミカミックス様を始末するためですよ。姉さん。おい。まさか俺たちを騙してこの村に誘導したのか。その通りよ。私がマカラスにいたのはこうしてあなたたちを騙すため。あの時マクベスさんにはまかったのも全て演技だったの。二番煎じだな。同じことやってるぞ。今頃気づいてももう遅い。私たち氷の部族が、そしてこの吹雪があなたたちを逃がしはしません。やめるんだ。フローラ、君がそんなことをするはずがない。ガロン王やマクベスに操られているのか。いいえ、私は正気です。私は自分の意志であなたを殺そうとしているんです。そんな。やめてください姉さん。フェリシア、あなたは助けてあげるわ。裏切り者といえど私のたった一人の妹だもの。ここでミカミックス様たちを倒せば王様はきっとあなたのことを許してくださる。さあ来なさいフェリシア、私と一緒に戦いましょう。嫌です。フェリシア、させません。私はミカミックス様を守ります。だってこんなやり方ひどすぎます。ミカミックス様が白夜王国をお選びになったのと同じように私も自分の正義を貫きます。だから私は姉さんとは一緒に戦えません。たとえ部族を敵に回すことになっても、ここで命を落とすことになっても。そう、私もあなたのようにそう言えたらよかったのにね。え、姉さん。いい、なんでもないわ。王城に仕えていた進化の言葉とは思えないと言ったのよ。アンヤ王国に属する者として裏切り者は全て排除するわ。さあ覚悟してください。あなたたちは一人残らず氷漬けにして差し上げます。信じてる。フローラ、僕は決めたんだ。何があっても仲間のことは疑わない。氷の部族や君がこんな真似をするはずがないって信じているから。フローラ。ん？でどうすんの？戦うの？結局戦うんじゃん。お、村がある。村がちょっと寒いから温まりに行こう。カシャカシャカシャと。リンク、風花、
ちょっとまずあれだな、マップに扉と鍵付きがあるかどうかをチェックしないと。それはなさそうだな。よし、サイゾーは外す。アクアとオロチ、サイラス、フェリシア、リョーマ、ユウキ、ディサックラ、クリームゾン、ここはもう絶対メンバーだな。あとどうするかだな。モズメ一応入れとくか。あんまり役立ってる気はしないけど。で、火の葛藤、椿の天魔武者は必要だからな。あとどうしようかな。日向で行くか。よし、戦闘開始。まずはちょっと村人のところ襲撃しましょう。おい、てめえ何してくれてんだ。あんたたちに渡すものは何もない。こ殺すなら殺せばいいさ。もうじき俺たちの仲間がこの家を取り囲むはずだぜ。バタン。わっ、敵が増えた。なんてこった。まあいいや、お前らは経験値になってもらおう。こいつが危険だ。早急に排除するか。 81% 当たるよな。いや、ちょっと待って、当たんなかった。危ねえ、超危ねえ。で、まあモズメでいいな。お、寒そう、モズメ、マジで貧乏人の服だからな。おお、必中の弓、必中の弓だったけどかわしたぞ。こいつアクスファイターだから倒せるな。どっから取り出してんだ。暗記だから靴から取り出してんのか。やりました。爆炎手裏剣ってこの寒さでも機能するんだ。あ、匠がいない。匠がしまった。まあいいや、しょうがないな。で、射程2から狙っていくか。うわー、こいつも射程2か。せいやー、かわされたー。龍馬が届かないな、これ。さくらで回復させるか。春でいいんじゃないか。10、よし。ひなた、あとどうしようかな。いけるな。ちょっともう一回攻撃を仕掛けるか。ん？これ 50% は減ってないよな。さあ来い、行くぜ。当たれ、危ないぞ。あたたたた。サイラスはちょっとこっち行くか。で、こっち、やっぱり飛んでる部族がこっちに多すぎたな。下にも2体か。フィンブル、強そうですね。かわせ、うわー、かわせなかった。14食らっただけで瀕死になる。これはかなり危険だ。確実に仕留めなくては。まず天魔武者でこいつ倒せるか。倒せない。遠距離がやっぱ欲しいから、反撃を食らわないこの位置で、とりあえずダメージを与えておく。で、天魔武者は弱いから、援護しよう。くらえ。よーし、硬いな、なんか硬いのか、こっちは非力なのか。よし、力が上がった。あとはどうする。こいつの天魔武者で援護をつけつつ倒す。1ってなんだ、1って。かせ、よし、ナイスだ。倒せなかったか。サイラスだな。そうするともうこいつ倒すのにどんだけ苦労してんだよ。行きなさい。とりあえず一安心だ。サイラスもでもそろそろ、こいつやばい。夏、
で復活させて、サイラスじゃなくてサクラだな。で回復させよう。春で大丈夫だな。春が減ってきたな。全然回復させねえかな。これもしや村人のところに入って敵を全滅させるっていう仕組みか。めんどくさいパターンだな。ほら、おーし、眠れ。上がるね。快感です。あとちょっと主人公とかは上に行こう。これ誰だ、ひなたか。ひなたも上だな。ってことはなるべくみんなが動ける段階で家に入らないといけないってことだな。家に入る要因はひなたに任せよう。そうしたら龍脈はないか。じゃあひとまずはこれさ、左行けんの、行けなそうじゃね行けないよ。でも戦力を整えてから家に入れるっていうのはでかいな。ん？こっち行けるわ。天馬はとりあえず。再動。あとはこいつか。主人公を。ひなたが次入れるか。これでよし。じゃあひなたで行くか。お邪魔しまーす。ここにおるのはこの老骨だけじゃ。好きにせえ。じゃがせいぜい気をつけることじゃな。わしらの部族は雪に紛れそなたらを静かに狙っておるぞ。なかなか優しいおじいさんだ。2人3人。じゃあこいつが近いからこっからまず一発ぶちかまして、ほらいいね。あ、レベルマックスになってた。こいつも成長の時か。いや、成長するやつが多くなってきたな。もう爪でとどめを刺すと。ダメージを食らうか、このパターンは。おりゃ、あ、死ななかった。お前も成長してほしいぜ。アクスファイターと、まあ、シーナリン。コウギリ姉ちゃんを使わすか。こっちの方が命中率が高い。おいこいつと。てかこいつら氷の部族なの？めっちゃ普通の敵じゃん。そこら辺にいる敵だぞ。いけるよな。お、これで一発で倒せっかな。おお、39強い。うまくいったね。こっちの部隊マジで冷凍。クリムゾンナイト、クリムゾンナイトじゃねえ、ドラゴンマスター。こいつクリムゾンナイトとかいう職業はない。あ、なんだ、うわ来た、マジかよ。こういうパターンもあの、かなりやばいぞこれ。飛んでるやつらを前線に出しすぎた。絶対できないか。一人死ぬな、天馬武者。それは覚悟した方がいい。まあコウギリがただ残ってるからな。最悪天馬武者弱えからな。狙ってきたか。27食らったら死ぬ、一発で死ぬ。うおわ、認めない。火の火弱い。お前の仇は俺が撃つ。ちょっと下げよう。下げて、龍馬だな。龍馬をこっちに出せば。てかさ、これいけんの？上から回んないといけなくね？あ、ここに龍脈があった。多分氷だな。まあいいや。もうここまで来てしまったんだと思ったけど、これ氷に変えないといけないか？この先。やばい、かなりめんどくさいシステムになってる。主人公どこだ？結構遠くに行っちゃったからな。まあいいや。
一旦じゃあ中心に集まるかみんな。こいつを護衛につけて。来れないよね。あれ凍った？どういうあれだよ。え、凍ってない？あ、凍ってるよ。これいきなりさ、雪に落ちるとかないよな。落ちて死にましたみたいな。届かないか、やっぱり。どうする？オロチ。ここら辺のやつらをちょっとガードに出そう。ガチャガチャガチャと。壁にならないと。確実に殺されるかな。龍馬。上からみんなで攻めよう。ちょっと戦力を分散させるんじゃなくて。あ、こいつらは多少な。あれでも機動力があるからすぐに追いつける。よし、これでいこう。あとは適当に誰にしようかな。こいつを復活させよう。ほいっと狙ってきたか。しっかりなさいませ。こちら反撃できないっていうのがまた痛い。射程に、射程に、こいつが射程にだ。殺す。あんまり武器変えてないけど、変える必要はないんだな。あ、しまった、こいつもマックスだった。経験値を無駄にしてしまったよ。下から来てるな。やっぱ分けるか。下のところには弓兵がいないから。うん、食らうか、しょうがない。いや、開花の方、おお、快感ですわ。おお、結構経験値くれんな。特効薬。おお、自分で回復できるのいいな。モズメと、究極戦士フェリシアを連れてこう。下はこれだけでいいかな、この3人で。オロチもまだ攻撃はできない。これ店に入ると店っていうか、あそこに入ると敵が増えそうだからな。こいつらを殲滅してから入ろう。天魔武者大丈夫か。大丈夫だな。あ、さっきから自分で回復できねえんだ、忘れてた。やばい。ウィークです。サイラスは1減ってるだけか。ちょっともったいないからいいや。こいつもな、回復できるのがあれば最高なのにな。ツバキ。OK。うわ、狙ってきた。やばい。9。死ぬ。あれだー。おお、ちょっとでも回復してくれ。コーギリをどこに置くかな。ここに置くか。ここに置いてこいつをぶっ倒して、2発当たれば仕留められる。ほら、しょうがない。オッケー。でそっから援護攻撃ありの文字目で倒せない。寂しすぎる。ってことはもう最強フェリシアを出すしかない。ここで遠距離をやって、手裏剣、手裏剣。敏腕メイドですから。敏腕メイドですから。マジ強い敏腕メイド。娘が役に立たん。回復できるやつって他にいなかったっけ。主人公だ、主人公。意外に主人公持ってたんだよね、そういえば。あれ持ってなかったっけ。このさくらの隣にやって、ほーら、杖があるよ。10しか回復しないけど、まあ全然マシだな。もう一旦ちょっと様子を見るか。あ、しまった、こいつ倒すの忘れた。危ね、回復させておいてよかった。すっかり忘れてた、こいつの存在を。誰で倒すかな。メイド34。射程2のオロチだな、そうすると。やばい、そうか、こいつの射程2なのか。ってことは速攻でぶっ倒す必要があるな。
ットポイント34か高いよな。よし、これが出てくれれば一発で倒した。いいね。どうしよう、家に入ろっかな。ちょ、もう一旦だけ様子を見よう。あ、来ないなこいつら。しょうがない、誰で入るか。椿で入ろう。多分こいつが一番役に立たない。訪問、こんにちは。村のみんなはあなたたちが悪い人だって言ってた。でも僕にはどうしてもそうは思えない。だからあなたたちにお願いがあるんだ。これをあげるからフローラさんとみんなを助けてあげて。お、言った。おお、一重百千万、超金持ちだ。あのクソガキ大富豪のところに生まれてんだな。クソガキとか言ってすまん。1万円もくれた。ちょっとずつ進軍するか。じゃあこいつらのアルミを、鋼の剣、魔法使い、メイド、射程にのやつが多いな。そうすると龍馬をここら辺に置いて、主人公をここら辺に置いて、こいつはちょっとここら辺に置くか。またサイラス、サイラスもな、もうレベルマックスだからな。オロチの天魔武者の、こいつは自分で回復できれば一番いいけど。で、この3名どうしよう。ちょっとこっちにくっつけるか。よし、来るか。来た。落ち着いてね。うわー、12か、結構食らうな。これ集中砲火浴びるんじゃないか。20食らうぞこれ。うわ、俺もいいよ。主人公死ぬか。集中砲火浴びて53発が稼ぐ。おお、貸した。おお、危ねえ、ギリ残った。こっから反撃開始だ。まずモズメどこにいる。いた。経験値になってもらおう。待っていたぞ。ほら、レベルアップ。ほんとこれ利用成長になってんの。うん、結構上がってんな。他のやつと比べて強いのかがちょっといまいちわかんないな。メイドちゃんは雷神刀、あれこいつ雷神刀しか持ってない。あれ龍馬専用の武器なかったっけ、外しちゃったっけ。ちょ、待って待って待って。ってことはこっから行くしかない。準備はいい。セイヤー、おお、ナイスだ。勝負あったな。主人公回復させないと。回復回復。夏夏夏。21。まあまあか。であとこいつをぶっ倒すから、とりあえず抗議して一発。あ、あれだ、近接でいかないとダメか。全然ダメだな。どうしようかな。じゃあとりあえず一発ぶん殴っとくか。やっぱり俺がついている。はい、終わってないぞ。あ、ちちちち、はい、オッケー。次はどなたでしょう。レベルアップ、いいねいいね。だからやっぱ攻撃上手えな。お、5000円ゲット。回復、自己回復があるからな。こいつら倒す前に多分訪問しないと終わっちゃう気がするからな。クリムゾンつけつつ、ちょっと攻撃とフェリシアの最強部隊で。こいつはレベル20を突破したな。やっぱり特殊ジョブだからか。よし、これで上と下を分けよう。どうだ、来るか、来ないか。どうする、なるべくなら日向で行きたいからな。訪問部隊はとりあえず復活をさせておいて、
どうしようかな。こっちちょっとほっとこう。この下にも行こう、やっぱり。龍馬で壁を作ればなんとかなんだろう。こいつ、ステータス低下してる？低下してんな、戦闘力が減ってる。このお二人の機動力が。よし。で、サイラスでちょっと訪問してよ。孤立してるけど。こんにちは。ここはあんたらの望むものは何もないよ。さっさと出てってくれ。今頃あんたしらの仲間があんたたちを狙ってるはずさ。来た。アクスファイターを、とりあえず、射程に、射程に、重要な射程に。こいついけんな。オッケー。成敗してくれる。せいや、奥義。負けられんかな。マジ強い。夏祭りを手に入れた。あとはフェリシアもいけるな。こいつ攻撃できる。爆炎手裏剣。なんとかなりました。いやー、覚醒してるなこいつマジで。よいしょと。あとこいつか、倒さないといけないのは。攻撃どこにいる。いた。倒せる。もっと泣いてください。邪魔だ。あれ、経験値上がった今。経験値くんない、もしや。強くなりすぎて。そういう仕様か。春がなくなったな。これで壊れてしまった。どうしようかな。もうちょっと、まあ、敵が出るとは限らないけど、なんかねくれるかもしれないし、まあ、それでもやっぱり固めていきたいよな。こいつちょっといきなり敵が出てきたら孤立するから。よし、これでダメージを減らせられる。おい、なるべくなら経験値稼ぎたいよな。そうすると、こいつだ。いいね。お前となら。天満武者。弱いな。文句なしでしょ。レベルいくつだ、今こいつ。わからん。じゃ、ちょっと訪問するか、日向でまた。こんにちは。実は。あなたたちが手分けして、家々を訪ねようとしたら。その。隙に伏兵で襲いかかり、各個撃破する。そういう作戦だったんです。うまくいくかは分かりません。でも、私たちはあなたたちを倒すしかないんです。そうか。しょうがないよな。部族には逆らえないよな。ということで、またフェリシアで倒す。派手に行こうぜ。バセン。もういっしょ。さすがです。さすが俺。おお、21になったな。魔力が上がってほしかった。力より。あとはこいつでフェリシアを復活させて。てか20以下のやつを鍛えないといけないんだよ。そうだよ、こんな遊んでないで。減らして、オロチもな、20以下だからな。これでモズメで倒そう。モズメちゃん、サポートするよ。ソレツキ、こんにんの。あとあっちのこいつをどうするか。オロチ、オロチはもう動いてるか。こいつはかなり遠くに行っちゃったかな。で、龍馬をここら辺に置いとくか。こいつらもいい気がするけどな。来た。ライトニングかける2。開いた。危ねえ。いいね、なぜか回復する。なんかそういうスキルがあったような気がするな。ダークマーシ。
倒せるか、倒せないってことはやっぱり手槍をぶん投げてヒットポイントを減らすか。ほいで、ラスト日向で倒すと。ほい、次行こうぜ。お、なんか手に入れた。で、あとはこいつボスか。なんか一発で倒せるけど命中率が超低い、相性が悪いか。じゃあまた、お、小切り先生で。うーん、 53%。 こいつはなんだ、多分そういう場所なんだな。縄文か、引きずり出せないかな。ここら辺で引きずり出せないかな。一発食らうのはしょうがない。もう爪ちゃんも、おちょっとおちょっと、回避率が高すぎる。これで引きずり出せなかったらもうしょうがないな。歌おう。お前が来たか。13ドラム。おお、かわした。ナイスだ。おっと、わって。よしよしよし、オロチちゃんが上がった。こいつもレベル20にしたいな。わ、来ないか。仕方ない。最強コンビを組んでいくか。速さ、幸運。ちょっと最強コンビかどうかわからんけど。狙ってくるな。あなたたちを倒さないと。私はフローラ、お前を倒す。どうだ、倒した。ありがとう、私を止めてくれて。こうするしかなかったんだな。超レベル上がる。さようならフローラ、この村は俺たちがいただいていく。え、生きてんの。ミカミックス様、部族のみんなのこと助けてくださったのですね。どうして、戦っていて分かったからだよ。君たちがとても辛い思いをしていること。本当は戦いたくなんかなかったんだろう。申し訳ありません。ミカミックス様、ガロン王様に逆らっては私たち氷の部族は生きていけないのです。一族すべてを滅ぼされてしまうのです。じゃあやっぱり君はガロン王に脅されて。こうするしかなかったんです。ミカミックス様が白夜側に着いた日、私は王様に告げられました。主人のしたことの責任を取るために、私の手でミカミックス様やフェリシアのことを始末しろと。それが嫌ならば部族を皆殺しにすると。なんだって。私はどちらも選べなかった。でも王様はそれを許しませんでした。どちらも選べるなら今ここで死ねとおっしゃったのです。そして浅ましい私は自分の命惜しさに、ミカミックス様、あなたを裏切る道を選んでしまった。すまない。僕が白夜側に着いたせいだ。フローラは何も悪くない。部族の皆を守ろうとした君はとても立派だ。いいえ、私は少しも立派ではありません。理由はどうあれ、お慕いしていたミカミックス様に刃を向けた私は天罰を受けるべきです。フローラ、おい、どこに行く気だよ。え、姉さん、何を。離れていなさい、フェリシア。何をする気だ。お、燃えた。姉さん、フローラ、そんな、ダメだフローラ。ごめんなさい。ミカミックス様、ジョーカー、フェリシア、本当はあの時こうしていればよかったのに。違う、君の選んだ道は間違ってなんかなかった。こんな炎すぐに消してやる。下がってくださいミカミックス様、ここは私が。はあ、どうして。くそ、火の勢いが増してきている。なんでだよ、氷の部族なのになんで火が強いんだよ。水は、どこかに水はないのか。フローラ、フローラ、ありがとうミカミックス様、最後まで私のことを信じてくださって、私は何よりもそのことが嬉しかった。
フェリシアのことを頼みますね。ダメだ、言っちゃダメだ。君は絶対に助けてみせる。どうして消えないんですか。こんな日ぐらいいつもなら私の陶器で。いいの、フェリシア。絶対霊度だ、フェリシア。絶対霊度を使えなければこの日は消せん。私は進んではいけない道を進んでしまっただけ。その報いを受けるのは当然のこと。姉さん、ダメです、死んじゃダメです。私はできることならあなたと同じ道を歩みたかった。いつもみたいにみんな一緒にミカミックス様のおそばにいたかった。愛してる、フェリシア。あなたを置いていってしまう愚かな姉をどうか許して、ここからずっと見守っているわ。たった一人の私の妹。そんな後悔するなら死ななきゃいいじゃん。何なんだよ。そんな、姉さん、姉さん、いやー、姉さん。どうしてだ、フローラ。バカか、あいつ。なんでそっちを選んじまったんだ。なんで死ななきゃいけなかったんだよ。姉さん、姉さん、こんなの嘘です。だってずっと一緒だったのに。私たちこれまでだってこれからだってずっと一緒のはずだったのに。起きてください、姉さん。もう一度フェリシアって呼んでください。もう張り合ったりしませんから。もうわがままも言いませんから。だからね、こんなの嘘だって言って。起き上がってっていうか、もう完全に燃えちゃったよ。許さない。フローラにこんな残酷な選択をさせて。待っていろ、ガロンを。必ずお前を倒してやる。必ず。この日はいつ消えんの。みんなで温まろうぜ。最後に残してくれた日で。ということで、17章ですね。終了しましたので、今回はこれで終了します。